にちは、スピ太郎です。今回は 200V のオーディオ電源について解説していきたいと思います。あの家の分電盤から電気を取り出す工事は電気工事士の免許を持った人に頼んでください。そういうルールになってます。あのタップ作ったりとかは誰でもできます。この半年ぐらいずっとこれのことを思い詰めててハゲちゃいましたね、僕ここで。まあ、まだちょっと改良が必要なところもあるんですけど、音も鳴らせるようになってきたんで、まあハゲもそのうち治るかなっていうことでやっていきたいと思います。でほとんどの日本の一般の家庭には単相三線っていうスタイルで電気が入ってきてます。要は3本の線が来てるってことですね。で、真ん中の線が白線で、こっちが赤線で、ここが黒ってなってます。こっちが電柱からがここに来てますね。まあ、ざっくりですね。で、だいたい 100V のコンセントが部屋に来てますよね。時々エアコンだとか IH ヒーターっていうのかな、 200V のコンセントもあったりする家もあると思います。でどうなってるかっていうと、この白黒の間で撮ると 100V、 赤と白で撮っても 100V でも、赤と黒で撮ると 200V が出るんですよっていう風になってます。で、ここが家のブレーカーだとします。で、この3本を家に行ってるのはそのままに、もう1本線を出してその3本そのまま分電盤を作ってそこのブレーカーにつないでます。で、これがこれですね。これが家から分岐してる入ってる線です。ここに入ってここにつながってます。今オンですよね。テスターを交流の設定にして105、白と黒で105ね、105で白と赤いってみます。白と105で赤と黒いきますよ。210、これでさっき赤白黒って線が並んでましたよね。でそのままその線の色の通りにこっちに来てます。赤と白の線がこのブレーカーを通ってここね、ここに来てます。赤白ってことはここは 100V、 ここには赤線と黒線が来てます。赤黒は210ぐらいありますね。で、こっちは黒と白の線が入ってます。ということは、これも 100V。105ぐらいありますね。で、間違えて刺さないように、このエアコンとかに使われる、こういうやつですね。これが普通のよくある100V なんですけど、これ200V 用。で、この 200V のとこからどうやってアンプの方行ってるかっていうと、ここに、200V のタップを作って、で、こういう電源ケーブル作りました。こんな感じ。で、これ、200V だって言って喜んでるけど、注意してもらいたいことがあって、200V 入れてるのは、ユニバーサル電源って言って、機材の裏見てもらうと書いてあることが多いんですけど、100V から 240V の間だったら、どの電圧でも動きますよっていう機材があるんですよ。で、そうじゃない機材もあります。100V でしか動かないっていう機材が、日本の機材だったりとかあるので、そういうのに 200V 入れると、一発で終わります。先輩の話聞くと、間違えて100のアンプに、間違って 200V 入れちゃったことがあるらしくて、スイッチ入れた瞬間にバチバチバチって火花が飛んで、終わりっていうことがあるらしいんで、気をつけてください。
何がいいかっていうと、音が変わるっていうのと、あと、アンペアですね。電流量。電流量が半分になるんですよ。100の時より。もうなんでとかいう話はちょっと別の YouTube 見ていただくこととしまして、とにかくまあそういうことになってるんですよね。電流量が減るってことは、電気代が安くなるとか、これ僕の予想ですけど、そんなに大きくない発電機でもそこそこ鳴らせるんじゃないか、と思って近頃やってますけども、多分発電機も余裕あった方がいいんでしょうね。スピ太郎。それでは、ちょっと聞いてもらいましょうと。まずは、ノーマル設定、全部 100V。これもこれも、これもこれも 100V です。200です。伝わりましたかね。音が変わるんですよね。100ボルトの電気使ってるのって世界で日本と北朝鮮ぐらいらしいんですよ。なんで日本だけって思うことって結構あって、なんていうのかな、閉ざされてるっていうか閉じ込められてるっていうか秘密にされてるっていうか、そんなこと思うことがあって、ほとんどの日本人は 100V の音しか聞いたことないってことなんですよね、きっと。今回こんな感じで解説という感じでやってみましたけど、分かりにくいところがあったりとか、もっと詳しくっていうご意見だったりとか、あとそういうやり方は良くないっていうようなご指摘いただけるところがあればぜひお願いします。ご意見お待ちしております。それでは。